毎度こうじやです。今年の初売り特売も無事終了しました。ですが1月6日7日の2日間通販のみ、この最終日 30% 引きでご注文を受けたまわります。なかなか遠方でね、当店に来れない方、通販でご注文ください。この辺は残ってますね。オキパイド、まあまあ悪くない。オペマ2、これも動いてました。コンタックス戦後のは売れて、戦前のが1個残ってますね。これ調子いいですよ。2型です。あとこれはオーバーホール済みの 2F。 まあまあ、これは膜まで変えてあります。 2C、 これはやっぱメッキがこの辺ちょっと落ちてますね。でこれはよく引かれるんですけど、ダミーです。アトラッペダミー、これもダミーです。ダミーって言うと偽物って感じしますが、偽物というかまあ見本ですねになります。まあ F はまあ、これ綺麗です。F の 50mm。F2、これ初期ですね。革が違うのが分かりますかね。F2 の初期のアイレベル、標準付き。これはオーバーホールしました。AS。修理証ついてます。この F も、これは初期ですね。初期のアイレベル、まあ、露出系などもついてます。あとは、これは50の 1.2 の代金ですね。ほとんどね。あとプラウベルもまだ残ってます。ミノックスはまあ人気ないですね。売れませんね。これ陶器です。置物ハッセル。ニコの巣なんかもまだ残ってますね。まあ安くなりましたがって感じです。フード類もまだ、あとスクリーンとかもねまだあります。レンズ、まあ、この辺が残ってます。キャノンレンズはあまり人気ないんですかね。キャノンは残ってますね。あとちょっと高いんですけどね、これ綺麗なんです。チンドウエルマ、もうびっくりするぐらい綺麗。あとこの辺標準ですね。ニッコールの、まあ、オートニッコールとか AI とかいろいろあります。あと、ロシアものは、まあ、あんまり人気ないでしょうか。あと、この辺、MC6 コールです。広角ですね。24。があります。オートフォーカスの京セラレンズの単焦点とかもまだ残ってます。この辺は QBM ですね。クイックバイオネットマウントの 1.8 はやっぱ人気ないんですがね、残ってます。あとこの辺も50の14。プラナー残ってますね。これ、最近高いらしいんですけどね。あとキャップ類もいろいろあります。こちらに来ますと ME に 120mm、 キャノンなんかも残ってますね。あとペトリ、これ一応動いてましたよ。あと M1 も何台か売れましたが、まだこの辺はまあジャンクとは言いませんけど、まあ整備してないです。で、OM1 も2万円超えてるのはオーバーホール済み。あと M1 がいいのが3台あります。これは初期型のね、四角いタイプですね。ここが四角いタイプですね。普通は丸です。あとブラックの OM1、これもオーバーホール済みでした。
あと FTL、これもうピカピカです。レンズ3本付き M42 ですね。のオリンパス。あとこの辺もちょっと売れちゃいましたが、まだ残ってます。このレオタックスとかキヤノン、なかなかいい状態です。ミノルタ、これまあ膜がダメですね。外観は悪くないんですけどね、膜がもう大体ダメになってると思います。これが XD、 もう動いてましたね。 XD とかもミノルタはほとんど残ってます。まあ、あと大判カメラ、これクラウングラフィックとかも残ってます。あとまあ安い二眼レフですね。だいぶなくなりましたが、まだこんな感じで1000円とか2200円とかあります。まあ当然ジャンクだと思ってください。何かしら悪いですよ。こちらデンタルとかですね。これレンズビオター代にしては安いですね。あとこのコンパクトもまだこれが残ってます。この辺はジャンク。このゼニットは動いてちゃんとしてるんですけどね。ヘディオスがついてます。あと冷蔵庫の方に行きますと、まあだいぶなくなってるのもありますが、まだまだこの辺ワンテンは人気ないですね。残ってます。これ安いんですけど、すごく汚いです。こちらもね、当然動いてません。これはだいぶご活躍の SV ですね。これはプラのコンパクトのズームのが多いと思います。まあ、動いてるかどうかちょっとチェックしてないです。とこの辺は蛇腹ですね。まあ一応形があるものです。この辺はハイマチック関係ですね。ハイマチックが多いです。まあペンタックスもいっぱいあります。ここはこんな感じ。これマミヤですね。マミヤ16だったかな。あとこちらペンもまだこれだけ残ってます。まあ1000円とかそんな感じです。このユニですね。ユニがまあ勢ぞろいですが、動いてるといえば動いてるような、動いてないような。デミもあります。カラーデミは売れちゃいましたね。まだこれも残ってます。これね、もうなかなか使いにくいのでですね、この辺ですね。あれから